もっちです。今日は誰でもすぐにできる3つのトリックです。お楽しみください。実演、手品させていただきまーす。混ぜまーす。よかったら混ぜますか？あらだー。そしたらですね、あらかじめ1枚のカードを最初に取り出しておきます。そしたらですね、こういう混ぜ方知ってます？パタパタパターみたいなやつ。あ、知ってる。でもやったことはない。ちょっとやってみましょうか。ちょっとやってみてください。パタ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 。うまいですね。本当にやったことないの。やったことない割にはね、めちゃめちゃうまいですよ。そしたらですね、今からこちら持っていただいて、まあ、1枚ずつこう、テーブル上に配っていただきたいんですけれども、お願いします。はい。では、どんどん配っていきましょう。まあ、1枚じゃなくても2枚ずつとか3枚ずつとかでも何枚でもいいんでね。まあ、どんどん配っていってください。まあ、そしたらですね、お好きなところで止めてください。いいですか？ 1 枚戻してもいいし、また配ってもいいですし。このままでいい。OK。じゃあ、残りはもう使いません。でそしたらですね、うん、まあ、お好きなところから、まあ、大体半分ぐらいからパカッと取り上げていただいて、こちら置いてください。はい、ありがとうございます。で、思い出していただきたいのは、最初にカードよく混ぜていただきました。そして、お好きなところで止めましたね。で、一番最初にカード出してました。まずこちらのカード見ましょう。こちらのカードが、まあ、ダイヤの10なんですね。まあ、予言みたいなものです。とはいえ、同じカードっていうのはトランプの中には入ってません。そして自由に分けたところのカードを見るとこちらがハートの10、見事予言成功です。はい、では解説していきます。セットは不要で行います。セルフワーキングですので誰でも行います。まず最初にレッグをよく混ぜます。お客様にもよく混ぜてもらいます。そしたらあらかじめ1枚のカードを取り出すといってトップのカードをちらっと見ます。このメイトカードを取り出すだけですね。今回トップのカードがハートの6ですのでダイヤの6を取り出して裏向きに置いておきます。そしたらあとはトップがずれないようにお好きな方法でフォールスカットやフォールシャッフルを行っていきます。例えばこのままお客様に持たせてこういうカットもありますね。じゃあカット3分の1を置いてください。じゃあ半分ぐらい置いていただいて、じゃあよく混ぜて置いてもらって、残りもよく混ぜて置いてください。そしたらこちらが取っていただいて重ねていってください。このようにするとカットした感の錯覚が非常に強まります。こういうのを入れてもいいと思います。実演ではさらにリフルシャッフルも入れてます。こういうシャッフルやったことありますかと言ってトップはずっとキープしておきます。で大体ないって言われるのでちょっとやってみましょうとか、まああるっていう人も多いと思いますけれども、こうやって分けます。トップ側の束をかなり多めにしておくことによって、まあ初心者の方がパラパラってやったとしても大体元々トップ側にあったやつが上に来るような状態になります。そしたらそのまま揃えてもらえばいいです。もしこちら側の少ない山が上になっちゃった場合はこのまま揃えてこの状態で広げます。お綺麗ですねとか言いながらここを数えます。今回は2枚多いなっていうのを確認したらこのまま揃えてしまいます。そしたら今お客様のカードは3枚目にある状態です。では今からこんな感じでカードを配っていってくださいって言いながらこのまま堂々と2枚を処理します。これでお客様のカードが遠くに来ました。非常に楽に綺麗に処理することができます。3枚だったら3枚、4枚だったら4枚処理すればいいだけです。もしくはさらに混ざった感を出すためにロゼッタシャッフルを使ってもいいと思います。ロゼッタシャッフルでこうくる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 回します。で回してこのままトップ側の方を上に最初噛み合った状態で押し込んでっていったらもうトップはトップのままキープされますので、この状態にしたらちょっとグーッと押し込んでくださいって言ってうにゃ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 と入れられましたので、ぐちゃぐちゃですねと示します。もうめちゃめちゃ混ざった感満載ですが、トップはこのままキープされている状態です。このシャッフルも非常に効果的で使えます。最終的にトップが混ざらないようにいかにお客様に混ぜてもらった感を出すかが重要です。そしたらカードを配っていってくださいと言います。1枚ずつと言ってもいいですし、言わなくても普通に1枚ずつ配られますのでカード配っていってくださいとこのように言います。でもうどんどん配ってください。まあ2枚ずつでも3枚ずつでもいいんで、もう束でもいいんでどんどん配ってくださいと言います。あまり少ないとちょっとやりづらいので、ある程度のところまで配ってもらったらじゃあお好きなところでストップしてくださいと言います。止められました。じゃあ残りのカードはもう使いません。そしたら真ん中付近のお好きなところからバカーと取り上げていただいて、あまりにも極端だとちょっとやり直させた方がいいかとは思います。多少は問題ないんですが、まあ大体真ん中ぐらいのどこかから持ち上げてこっちに置いてくださいと言います。そしたら演者がこのようにします。でクリスクロスカットフォースですね。でこの状態になって元あったボトムカードがフォースカードとなります。まあ、定番のフォースです。この一連の流れをタイムミスディレクションを取って忘れさせます。お客様に喋りかけます。カードはよく混ぜていただきましたね。うん、最初にカードを取り出しました。
ました。うん。そしてお好きなところで止めていただきました。うん。そしてお好きなところでカットしていただきました。うん。このように、うん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 と言わせることによって、最終的により不思議に感じられます。そしてさらに時間を稼ぐために、最初に予言見てみましょう。予言のカードがダイヤの6です。そしてあなたが自由に分けていただいたところのカードもなぜかハートの6なんです。このようにして演技終了です。クリスクロスカットポーズが嫌いな方もね、結構いるんじゃないかなとは思いますが、これ結構時間も稼げられますし、有名プロマジシャンもたくさん使っている間違いなく使えるものです。一度生でやったことのない女の子に見せてください。キャーキャー言うと思います。ぜひやってみてください。G2、トランプです。よく調べて、よく混ぜてください。ありがとうございます。じゃあ配っててもらっていいですか？どんどん配っていってください。で、1枚ずつじゃなくても、2枚ずつでも、何枚ずつでもいいので、どんどん配っていって、お好きなところで止めてください。ここでいいですか？ 1 枚追加して配ってもいいですし、戻してもいいですし、ここでいいですか？で、ちなみにケースの中にね、予言をあらかじめ入れておきました。ケース取っていただいて、中確認してください。そうすると1枚のカードが入ってます。こちらがダイヤの6。同じカードっていうのはないんですけれども、メイトカードと呼ばれる同じ色で同じ数字のカードがあります。お好きなところで止めましたね。こちらのカード見てみてください。こちらがメイトカードのハードの6です。はい、では解説していきます。一人でカメラに向かってやるにはめちゃ厳しいトリックですが、実際にやる分にはめちゃ簡単なトリックです。今回はメイトカードを使用してますが、紙に予言であなたはハートの6のところで止めますとか、そういう紙をケースの中に入れておきます。まあ、メイトカードでもできます。ダイヤの6を今回この中に入れておきます。そしたらもう一枚メイトカードをケースの下に置いとくわけですね。で、フラップが上向くようにしておきます。この状態でまあしっかりと重ねておきます。多少ずれていたとしても、演者がチラ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 ケースを見ない限りはお客様は絶対気づきません。女性の方はよくわかると思いますが、やましい心でチラチラ見てるのは普通にバレますので、お気をつけください。そしたらあとは、まあ、よく混ぜてもらいます。で、お好きなだけどん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 配ってってもらいます。この間、お客様が配ってる状態なので、テーブル上からもう取り上げておきます。このように取り上げてもいいですし、サイドを持っても取り上げることができます。ちょっとカメラだとさすがにチラッと一瞬映っちゃったりするとは思うんですけれども、お客様が何かをやってる最中にこのように手に持ちます。これで右手左手自由自在に移すことができます。この間お客さんは配ってます。さりげなく左手でこのように保持しといて、配り終わったらここでいいですか？ちなみにケースの中に予言を入れておきましたと言って、ケースを今配った山の上に置きます。そしてケースをこのまま取り上げてもらうと、1枚のカードが上に付け加えられました。そしてケースを見るとダイヤの6、そして上にあるカードはハートの6。このようにして演技終了です。カメラにやるには非常に気使いますけれども、実際はちょっとずれたところで全く問題なく行います。すぐできるめちゃくちゃ簡単なトリックです。ぜひやってみてください。10点。今日は少ない枚数のカードを持ってきました。2、4、6、8、2、4、6、全部で16枚で、この16枚は全部ハイカード。まあ強いカードですね。ポーカーとかやんなかったら意味わかんないかもしれませんけれども、強いカードと呼ばれるカードを持ってきました。で、今見ると、まあジャックとクイーンとかだったり、まあ、クイーン、エースとか、まあぐちゃぐちゃの状態ですね。エース、キングで。ペアな状態のカードは一応一つもない状態ですね。それでは、どれでも構いません。一つね、指さしてください。こちらでいいですか？では、こちらのカード。まあ、たまたま、クラブのキングでしたね。では、クラブのキングでおまじない、ここにね、チョインってかけてください。チョインってやると、ペアであるスペードのキングがこれ、上に行きます。そしてさらにこの2枚で、チョインとおまじないかけてください。チョインってやると、ペア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 、全部ペア。はい、では解説していきます。エース4枚、キング4枚、クイーン4枚、ジャック4枚の計16枚を用意してください。そしたらその16枚を同じ色、同じ数字のペアでこのように並べておきます。色や数字が出るレイアウトは各自でお好みでやってください。あんまりにも赤黒がまとまりすぎてはない方がいいかと思います。このように全てペアにした状態でトップのカードを1枚ボトムに持っていきます。この状態で演技スタートです。この用意した16枚を輪ゴムで留めたりパケットケース等に入れておいてください。そして取り出して今日は少ない枚数のカード持ってきましたと言って、で、2枚ずつ数えていきます。2、4、6、8、2、4、
6の8組のペアのカードを持ってきました。計16枚レースいて、このまま揃えて取り上げます。そしてひっくり返してスプレッドします。そうすると今数えたことによってかなりバラバラに見えます。すべて皆様の好きなハイカード強いカードですいて、お客様に合わせて適当な話をします。そして揃えて持ちます。そして今度は2枚ずつフェイスアップを見せておいていきます。今まあエースとエースですけど色が違うとか、まあエースとクイーンとかクイーンキングとか言って2枚ずつ見せて、すべてがペア同士ではないバラバラなペアであることをこのように見せます。そしてこのように揃えてまた取り上げます。これでどうなったかというと、もうペアになりましたね。最初に戻った状態になりました。最初の2、4、ローハー数えるところをあらかじめ自分でやってから実際の演技で省くこともできますが、リセットする際にちょっとこんがらがりやすいような気もします。そしたらこの状態になったらお好きなカードに1枚タッチしてもらいます。タッチしてもらったらおなじみのムーブですね。で、こっちを揃えて持って、ひっくり返してこのボトムをピークします。ピークしてこのカードをひっくり返します。で、なんでピークする必要があるかは、これとペアのカードが出るパターンもあるからです。今回はピークしたカードは赤のクイーンで、出たカードはクラブのジャックでした。そしたらこのまま重ねます。で、クラブのジャックを取ってもらって、おまじないをかけると、これでクラブのジャックのペアのスペードのジャックが上に来ます。そしてあとは2枚ずつ堂々と見せていけば、すべてのカードがペアになっているという現象となります。で、リセットはそのまま重ねて、トップのカードを下に持っていく。これだけで完了です。そしてもう一パターンは、ピークしたカードと同じペアのカードが出たパターンですが、こちら選ばれました。ピークしてクラブのエース、こちらのカードがオスペードのエース、ペアのカードが下に来ているなとなります。そしたらこちらのカードを持っていただいて、おまじないをかけてくださいと言います。そうするとこの2枚がペアになります。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 そして最後残ったカードがあなたの選んだカードのペアのクラブのエースです。このようにして演技終了です。この16枚別に用意しておけば、このまま回収して毎回下に回せば、お好きなタイミングで何度でもできます。特に手順も忘れそうなところはなく簡単に行うことができますので、お好みの演出を付け加えてぜひやってみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。すぐにできるとはいえ、1回目に演技するよりも30回目に演技した方がより不思議に行うことができると思います。毎日8時にプロがマジックをレクチャーしてます。こちらからチャンネル登録、その他の動画を見ていってください。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。